コソボの娘ウロシュプレディチ作、ベオグラード私立博物館、コソボの娘は、セルビアの民族女子誌の一説。コソボの戦いで、皇帝ラザル以下のセルビア軍が、オスマン帝国の大軍に敗れた後、戦場を歩き回るコソボの娘がいた。皇帝の騎手パブレオルロビチは重傷ながらまだ息があり、娘は抱き起こして、赤ワインを飲ませるなどしてやった。 オルロビチはこの戦場で誰を探しているのかと娘に問うた。娘は答えた。ミロシュオ・ビリチ、イヴァン・コサン・チッチ、ミラン・トプリツァの三人のセルビアの将軍を探しているのだと。戦火を交える前、サモドレジャの教会において、オビリチ将軍はマントを脱いで娘に渡し、戦死を予感しつつこう言ったのだった。私が無事に帰れるよう祈っておくれ。 お前を私の名優ミランの花嫁にしよう。私は、婚礼の際には、花婿の親代わりとなるを続いて、子サ父将軍が黄金の指輪を娘に渡し、こう言った。私は、婚礼の際には、お前の付き添いをしよう最後に、ミランとプリツァ将軍が黄金のベールを娘に渡し、こう言った。愛しき者よ、私はお前を定説な妻としよう、娘の話を聞いて、 オルロビチは多くの槍が地面に突き刺さっている場所を示し行った。あそこがその三人の方たちが倒れている場所なのだオルロビチは娘に勧めた。これ以上すそや袖がちで汚れぬうちに白い館へ帰るように。娘は大粒の涙を流し自らの運命を嘆きながら帰っていった。セルビア英雄団、P96 ありがとうございます。